美味しいアメリカンビーフのお時間になりました。山下おじさん、はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速質問いいですか。はい、はい、どうぞ。この前スーパーでプライムって書かれたお肉を見たんですけど、見ちゃったんですね。プライムって何ですか。プライムね、実はプライムっていうのは、グレードってわかります。ランク、そうそうそう、ランク、まあ、品質のいわゆるブランクのことを、はい、の一つ、それがプライムなんですね。で、まあ、アメリカでは、その政府の、はい、検査官、まあ、もちろんトレーニングを積んだ検査官が、一頭一頭その見て確認して、はい、それで決めて判定をして、そんな細かくチェックするんですね。そうなんですね。プライムっていうのはそういう、グレードのことですね。じゃあプライムって言われると他にもある。これはまあ品質によって、8つのグレードに分かれているんですけども、はい、プライム、チョイス、セレクト、はい、まあ、いろいろこうあるんですね。その中でもプライムっていうのは一番上ですね。最高、一番上の、グレードのことをプライムで、アメリカで全部、まあ、加工される全部の中の 10%、 10% だけ。そうなんです、はい。で、実は言うと、20年ぐらい前はもう 2% も取れなかったんですね。そんなに。今は、10% ぐらいですね、取れるようになりまして、はい、発生する、まあ、それが今日本にたくさん輸出されているので、プライムっていうのを、はい、店頭で見かけたんじゃないかなというふうに思います。次の質問なんですけど、はい、どうやって一頭一頭のトレードを確認していくんでしょうか。はい、まあ、先ほど、アメリカの、政府の検査官が、一頭一頭判定すると、と言いましたけれども、まあ、いわゆるたくさんの項目があるね、判定するために。で、その中で簡単に話しますと、まずはどこを見て、判定するかっていうと、これもね、ちょっとね、マニアックな話かもしれませんけども、牛の、いわゆる肋骨といったね、骨、肋骨、はい、これ何本あるかっていうと、13本あるんですよ。13。そう。で、どこで見るかっていうと、はい、まあ、これがポイントね。12番と13番の間のを、いわゆるこれを、まあ、切ってね、その、はい、そこの場所で判定するんですね。で、何を見てるかっていうと、はい、一つは、肉の色、それから脂肪の色で、もう一つ大事なポイントは、霜降りの量、まあ、いわゆる刺身ですね。ではこちらのパネルで見た方が分かりやすいので、こちらで説明をしますと、はい、刺しが豊富、それから赤身が多いというふうになっているんですけども、霜降りの量が、多い、これがプライムですね。それから、その次がチョイスと、それからセレクトと、こういうふうな形で、いわゆるあの、格付けがこうなってですね、こうやって呼ばれていると。で、それがまあプライムですけれども、まあ、ポイントは何かというと、肉の品質によってこう、判別をするということですね。はい、ありがとうございます。はい、プライムビーフっていうのは、はい、いい品質の美味しいお肉なんですね。今日もアメリカンビーフについてたくさん勉強させていただきました。はい、はい、ね、食べられる、ここにプライムってね、シールに出てますけどね、はい、今日はですね、ぜひこのプライムの美味しいアメリカンビーフで、はい、これステーキかな、今日はステーキお願いします、ね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。